今回はですね、打ち合わせの段階からこう皆さんと一緒にいろいろと話し合いながら、作品作りというかみんなと一緒になって、作り上げられたと思うんですけれども、作り上げられたものだと思うんですけれども、自分らしさというものを自分の中ではテーマにしたくて、ナチュラルさというか自分らしさというか、もうそろそろ2歳なので、そこまで生きてきた自分の仕方みたいなものが映像を通してなんとなく伝わればっていうところから、なんかそういうものが出来上がればいいなっていうところで、いろんな案を皆さんと相談し合いながら、一緒に作っていきたいんですけれども、すごく思い通りの本当に素敵な映像に仕上がったと思います。自分でこういうこともやりたいなとか、なんかこういう部分も本当の自分の中のこういう自分もあるんだけど、そういう部分まだ皆さんに知ってなかったり知られてなかったりとか、なんかそういうのも今回その映像を通して、ああこういう部分があるんだなって思ってくれたらすごく嬉しいなって思いましたし、あとやっぱりなんかその映像見終わった後に、なんかほのかな、なんかこうほのかなほっとした余韻みたいなものをなんか感じてくれたら一番嬉しいなって、すごく今撮り終えてすごく感じています。今回全体通して新州ロケということで、見てお分かりの通り全部ロケでお外を歩いたんですけども、一番自分の中でやはり印象残ってたのは滝というのかな、滝ですね、なんか滝みたいなところに行ったんですね。すごく今本当に猛暑ですごく暑い夏なんですけど、本当だったらすごく涼しくてそこに取り組みたいぐらいの気持ちなんですけど、実際足をつけてみたらやはり新鮮な水ということもあり、ものすごく冷たくて、もう鮮度抜群というぐらい、その中でなんかもうここにどうとかもう何も考えずに言われるがままに、感じたままにそこの場所ではロケをさせていただいたんですけれども、それに反してというか、またそれと反対に温泉に行きまして、温泉は私の中ですごく一番やっぱり好きなところなんですけど、また温泉でこう普段カラスで行水に近いので、結構のぼせに近くかなり顔を赤くしながら時をしたんですけれども、なんかそんなすごく極端の中、仕事だからこそ経験できるななんていうことも思いながら、あと浴衣ですか、浴衣を実際にいただいたんですけど、浴衣もその毎年いつも伝えに行きたいなって皆友達といつも言ってるんですけど、あんなか着る機会もなくて、でも今回本当にそういう着る機会があったのですごく嬉しくて、そういうシーンを見ていただければ分かるんですけれども、そういうことがあったので、本当にもう様々な、本当にいっぱい詰まった、なんか今こうして思い出すだけでも本当どんどん話が止まらないぐらいになってしまうんですけれども、本当にいっぱい思い出は残ってまして、一応このままずっと話し続けると永遠に終わらなくなってしまうので、ここら辺で締めたいと思いますけれども、そんなことを思いつつ、そんなことを感じてたんだなとか思いながら、ぜひ楽しんでみてください。